パリ五輪柔道代表の安倍一二三、死兄弟の父、康二さんが17日放送の日本テレビ系、踊る。三魔五天、火曜、午後8時に出演した。死が敗れ、一二三が2大会連続の金メダルに輝いたパリ五輪での激動の1日について聞かれると、妹の方は負けてしまったんですけどね。その時に僕は会場で見てたんですよ。 僕らはそこまで実感できてないんです。負けたなぁ、負けてもうたなぁって思ったんですけど、何か真っ白になってしまったんでしょうね。何も考えれない状態になったら、ああいう風になるんやなって、と振り返った孔次さん。僕らも負ける想像がゼロなんですよ。ほとんど負けたことがなくて、ここ最近ね、僕らも負けることに慣れてないから、一番大事な時にそれ、 敗北がやってきた時にリアクションが取れなくて、と続けると、これをずっと4年間思い続けると思ったら、とつぶやいたところで MC のアカシアさんまに、最初になんと歌に声をかけてあげたの。と聞かれると、覚えてないんですけどね、と正直に答え、さんまに、なんでやと突っ込まれていた。